おお、真夜中なのにやハロー。どうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアドギニハマーです。現在2024年の10月1日火曜16時18分ですね。さあ、なんとびっくり、ディアニメストア開いたら5億年ボタン13は上がってたんでね、見ていきたいと思います。はい、じゃあ先に軽く自己紹介するんで、興味のある方40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人、ダリパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界モニメテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電子台で明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。ディレクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数のみ皆さん、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけを確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。懐かしい、このオープニング懐かしい。もうキャラも全然覚えてない。ちなみに12話が一昨年の9月30日だ、2年と1日ぶりそうか、ジャイミスネコ、井上博士で、トニオねなんで13話で、ちゃんとディアにも全13話になってます。カッコ全13話出てるから、これが本場の最終回なんや。まあこのアニメ全く意味わからんかったからね。ただこの菅原聡太っていう人が全部作ってんだよね、基本的には。はい、AI のエモくん、13プッシュ。エモくんです。まあ今のところはジャイミのお部屋の掃除と。孤独とはどういう感情なんでしょうか。
完璧じゃないからこそお互いを知り合える。なんかちょっとええ話だったな。ちょっとええ話だったね。アトリっぽかったぞ。5次元ボタン。次元ボタン また100万円また100万円もらえるのかい。マルチバースの世界。VR ゴーグル。ゼロ次元は点。何とか全然分からへんわこれ。四次元の形は人生全体。ギャルゲー全体。要するに人生ゲームってことか。一瞬止まった。はい止まった。はい止まりました。今今日10、11、12、 OK 落ちる。これエンディングやん。懐かしいなこのエンディングも。
トーナメント表みたいなやつあるかな。黙って、もうあと5秒後にカラスが動かえなく、泣いたな。全部記憶してるとかどうするよ。いや学生やそもそも学生やこの前フィクションです。20歳前の良い子は馬券を購入ください。真似しないでください。何年経ってんねんこれ。相変わらずよう分からないアニメやな。で、あのコーナーかな、また大喜利の。あ、やっぱり大喜利の
大喜利のコーナーあんのね。2年ぶりやからね。画像にアフレコ大喜利。大喜利って台本通りなんかな。あ、ほんまやな。新しいデコタラを考えてみよう。まるまるのデコタラとかよ。ふわふわした動物がいっぱいついてるってことだ。ひよことかうさぎとかかわいいの。これは可愛いね、普通に。お寿司のデコトラ。全部食べれる素材でできたね。サーモンでかっ。ほんまタイヤ太巻きやこれ。海を泳ぐデコトラ。イルカさんとかと一緒に泳いでる映えるデコトラ。
ラッセンの親みたいなやつやん。終わった。あ、懐かしい、このエンディング。テレテテレテテレルルルルルテレテテレテテレテテレルル。そっか、大空の海さんと三森すがさん、河野まりかさんね、山崎、なんともやろ。これ次回予告ないわな、当然。あれ？あるな。え、あるやん。次回、星に願いを宇宙の果て。え？あれ？終わりやんな、これ。あれ？止まった。22分50秒。あれ？止まった。あれ？ちょっと3秒早かったな。なんで止まったんや。あっつほんで。え？これ次回予告あるけど、どういうことや？でも全13話って出てるやんな、これ。あれ、コンプリートマークついてない。ってことは、これ。え、ちょ、更新せなあかんのか。あれ？止まった。あれ、でも、カッコ全13話って出てるから、コンプリートつかないおかしいよな、これ。ああ、いや、そんなことないんか。ちょっと今、読み込み中です。おっそ。あ、コンプリートついたわ。この次回予告なんやねん、ほんなら。まあまあ、とりあえず、まさかの2年ぶりの13話ね。びっくりやわ、これ。はい、まず AI のエモくん。なんか、掃除してたらできたんだっけ。で、まずはなんかジャイミの、部屋の掃除の、なんか効率の良さを、計算。ほんで、トニオとパズルゲームかなしてて。で、ちょっともう忘れたけど、ほんなら、なんか、夜になって、孤独を感じたということで、井上博士に見てもらったら、まあ、バグが発生して、なんか、AI が持つべき、持つものではない感情が芽生えたと。家族として、なんか、みんなとの思い出が、入ってきたみたいな。メモリーに入ってきたと。で、なんかお互いの知らないことを知り合っていってこそ、人間だみたいな、なんかね、ちょっと深いことを言ってたけどね。そう、このアニメはなんかこう、たまにというか、まあ、ほんまによう分からんけど、深いこと言うよるんですよね。で、次が 5次元ボタン。何？ 0 次元が点、1次元がその点がつながったもので、2次元がこの点が広がったもの、さらに3次元が立体に広がったものやと。だからまあ2次元は画面の中の話をね、漫画だとか、そういったものが2次元。で、3次元はリアル。で、4次元は、なんつったっけ、時間軸、人生やね。で、5次元はその人生の分岐点がこう、いろいろ広がったものやと。いわゆるギャルゲーって感じだっけ。で、その5次元ボタンをピッと、ジャイミが押したことで、まあ、あらゆる世界線を見てきたという中で、まず競馬を当てて、競馬当てまくって、で、事業を起こして成功して、
ほんなら多次元からの、自分たちが来た。これが何？芸術文化の世界で成功した4人やったかな。でそこが手を取り合ってどうのこうのみたいなんで、新たな世界が広がったという、まあまあよくわからん話でした。自分にとってはね、まあとあるね、あの自分のアニメ仲間はとあるね、2年前の夏アニメで、5億年ボタン1位に押してましたけど、自分は全く意味がわからなかったんですね。でリアクションも6話で止まりました。コメントなかったんでね、あと2週以上の、再生数が、下回ったんで、ちゅうか全5億年ボタンって再生数全部あかんかったよな。5億年ボタン最終、ああいやでも一応100超えてたんか。1話が256で2話が170、3話が113、4話107で5話が80、6話が92でコメント00やったんで、あのリアクション止めて最終回だけまた撮ったってことですね。最終回は117回視聴で、コメント0です。まさかこれが、2年と1日ぶりに13話が上がるとはどういうことや。でこれでコンプリートつきましたんでね、ちょっとこれ予想外、さすが5億年ボタンやな、予想外のことをしてくれるね。でまあ最後の大喜利は相変わらずでした。この大喜利のコーナーって台本あんのかな、ちょっとようわからへんねんけどね。で、まあ、基本的に大喜利、申し訳ないけどつまらんのですわ。これ台本ないとしたら、まあ河野まりかさんと、誰、大空直美さんと三森すず子さんのセンスということになるんでね。まあまあそこはもう声優さんやから、お笑い芸人じゃないですからね、何とも言えへんけど。でまあ野沢雅子さんはもうレジェンドですからね。よくこのね、野沢雅子さんがこんなトニオとかいう、まあわけのわからないとは失礼やけど、キャラをねやらはったなと思って。はい、まあまあこれで多分5億年ボタンは完結でしょう、きっとね。びっくりしたわほんまに。あれと思って、ちょっと秋アニメチェックしとこうかなと思ってね、ピッと開いたら、まさか5億年ボタンが上がってきてたんで、見ました。はい、まあまあ、もしよかったらね、コメントお願いいたします。はい、ということで、終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。あ、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターをやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。はい、しまった、間違えた。ね。まあ、で、現在4年8ヶ月ですね、仕事がない状態で、貯金と節約生活だけで、なんとか生き延びてます。そんな自分の本業をして、ぜひ応援していただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして、今日で1648日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルでスタートしてますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったからの約1年5ヶ月分、ついて2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数、全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って、1日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひともお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジライトゲニハマでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは、失礼します。